はい、こんばんは、フェマールでございます。今回は福井県道209号線分断県道となります。開かずの県道といった方がいいかな。そちらの探索となっております。行けるかどうか分かりませんけど、よろしくお願いします。目の前に見えるのはこちらの方は国道8号線となっております。 U ターンしましたけど、この通り、この先県道行き止まりと書いてあります。こちらは一応暫定的にできた振動ですけども、ちょっと行ってみようか。こうやってこの辺までこうやって真ん中に白線入ってありますね。そして実際の県道というのは右手にございますけども、これが今もうすぐ突き当たりになります。だからこれもしかするとどういう作りをしようとしたんですかね。全然旧道とはちょっと違う方向性になってますので、もしかしたらこのまままっすぐ行ってトンネルなんて掘ろうって気があったのかどうかわかりませんけども、とりあえずここはここで終わりです。じゃあ旧道からアプローチしていきたいと思います。左折します。で、旧道はかなり相当最初から難関があるそうです。目の前に信号がありますが、そこを左折いたします。それが、県道旧道となるそうです。ここはなかなかヘビーということです。行けるのか、狭っえマジかいきなり切り返しかよえ、これ行けんのきつー。ああ行けるけど、これ車通る普通車は無理だね、これね。これは軽だから来れるけど、これ本当に県道なのか。あ、でもまあ皆さんこうやって車を置いてあるから車道であることは確かですね。あ、アルファードあるよ大変だ、すげえなまあ通れなくはないか、こっちからなら大丈夫か。そしてこれを右ですね。右？こっちか。あ、こっちか。まあこれもまた狭い。はい、右曲がります。なかなか古くからの道だそうです。しかし、あー、なんだこれ。さあちょっとね、今回車で通れるの通れない前提で自転車持ってきてますんで、よろしくお願いします。まあパジェロミニじゃないと来れないですね、これはね。本当の道路調査ですね、これね。狭っ狭っこのあの金網が邪魔なんだよね。邪魔ったら申し訳ないですけど、これもう初っ端から相当厳しいものがありますね。多分これは車誰も通らないんだろうな、これ。はい、まあ通行止めとありますけども、立ち入り禁止は書いてないんで行かせてもらいます。うわー、激しいな。これはまあ車両困難と言っていいですわね。気をつけましょうね、これは。あ、でもなんだ、ここ集落があったのか、これ違うか、そうではないか。あ、薄暗。でも道としては辛いけど、なんとも
風情ある感じがします。竹林と杉の木立の中を日が差し込んでいる、今日いい天気ですからね。そして石垣がそこら中にあるんだよな。もしやもしや集落跡だったとかかな。急半でも轍はあるからね。わあ、ちょっと右が怖いね。路肩もろく、左をもう草すりつけていくしかないですわ。これはその方が安全だ。でも意外のような電線があるんですよね、おいしい。結構な急ですね。そして右路肩注意。今日は最新の注意を持って、右が意外と深い谷、ちょっと見てみましょうか。右側がこんな感じで落ちたら横転するパターンですね。そして何よりシャドウが結構ありますんでね。路面はまあまあ悪くはないんですけど、杉の葉落ち葉の湿った葉っぱでスリッピーな感じですね。ただバラスの石が引いてあるんで、グリップはまあ確保されてるかな。あ、ここ綺麗だね。なんかただ綺麗さに見とれて、右側を気をつけましょう。おお。この電線のケーブルがもしかするとこの道を沿ってずっと向こう峠を越えるんですかね。あー、でないか。ここに何か、あ、違うな、なんだ、ここで電線終わりなのかな。違うか。あー、電線続く。これは多分右手左手が簡易水道かな。からまたシャドウ強いな。いつはた排水地と書いてあります。結局簡易水道ですね。うわ、ちょっとここら路面やばい。あ、すごく。石がなんだこれ、ガラガラうるさい。ちょっと止まりますわ。今降りてみましたところですけども、結構斜面が急ですね。そして電線があるからなんか安心感があると言ったら変ですけど、なんかこう、また変なも見えましたけど、まあこうなんかなんか廃道に近い感じですけど、この電線があるとなんか安心感があるのは不思議なもんですね。では改めてまいります。石がねひどい。うわ、まあ結構あの落石の角石が怖い。まあ大丈夫だと思いますけど、まあこれは通行止めといって問題はないですよね。ここ、おっと、お、お、お、ちょっと待って、これはちょっと待って、ちょっと今回これ難関だね。まあいじったるね、ジムニーさんとか
ハイリフトの人やったら普通に行っちゃうんでしょうけど、私なんて言ってもこのノーマルで行くってのがスタンスなんで、ね、あんまりリスクだけは避けたいと思うんで、この確位置だけ取っときますわ。ほいとっぱ、まあ何分ね、ノーマルで行けるまでのとこしか私は行きませんから、これ道なのか、そういうスタンスなんで、あくまでもハイリフトまでは知る気はないんですね私。うわこれきついな、ぬかるみがひどい。けーこれきっつい。これ道なのか本当に。道だね。これはちょっとさすがにきついかな。これ道か。ちょっとこれ切りますわ。結構急斜面だからな。あと石がねひどいんだ、急斜面だし。急だな。これ本当車道なのかこれ。ああ崩落か。ちょっと止まります。ああ無理すればいけなくはないけど、ちょっとこの斜面と、ちょっと私がひどいんでやめときますわ。自転車で行こう。危ない危ない。はい、そういうわけでもうここからこの場所からこのマウンテンバイクちゃんでやってまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっととてもとてもこれは自転車乗って行ける坂じゃないですわ。この坂はさっきパジェルミニで行きましたからね。すげえ急、よう登ったこんなとこ。まあこれ結構急なんですわ。ここが先ほどパジェルミニで、泊まってた場所ですね。でここから先が今から始めていく場所です。まずここがめっちゃ急やな。ここがまずこれ斜面崩落でこんなになってますけど、まあ、これはいけなくはないんですわ、ちょっと危ないけどね。ただこの先無理していったところでギャップがすごいんですね。ここから車両のクリアランス的には問題ないんでしょうけども、斜面がひどいのと、あと路面が落ち葉と、この若干昨日の雨降ってたんで濡れた、その滑りやすい路面でここで止まってしまうと再発進できなくなる可能性もあるんでやめております。路面がガタガタだ。あの下りならいけるかもしれないんですけど、この上り勾配で
このギャップを超えてハマると、もしかすると自分の AT プラスのタイヤでもきついかなと。まあマットでもきついかもしれませんけどね、もしかすると状況によっては。あーすっげー急な坂、これは行くべきでないですわ。まあ難関的には今の部分だけかな、今のところは。この辺からちょっと平っぽく、まあ平場ではないけど結構緩やかな坂になりました。まあそれでもその県道として一応これ一応県道なんですけど、これでも林道レベルもっとひどいかで、一応車は通れなくはないみたいですね。祠が出てまいりました。これここもこれなんか何これちょっとよくわかんないですけど、五津旗裏ってのは村の意味かな、お墓かな。まあ御神仏的なものはあまり詳しく写さないんで申し訳ない、ちょっとざーっとだけ写させてもらいます、はい、お地蔵さんですね。こちらはわかんない、完成12年と書いてあります。完成って何年だ、ちょっとよくわかんないけど相当昔ってことですね。だからまあこの道としては結構な歴史ある道ではあるんですよね。まああまりあの詳しく相変わらず詳しくなくて申し訳ない、私はあのエンタメでやってますんで、あの学問的なデータはちょっと やらないんで申し訳ないですけど、まあもともとこの海と山をつなぐ要所の街道まで行かないけど結構な道だったんでしょうね。でこれ一応この林道的に車も通れなくはないですけど、もうちょっと狭かったんでしょうね、もともとそういった道だったと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼しますね。はい、じゃあまた再び行きます。よいしょ、もう滑る滑るまだ急な坂。でもこうやって見ると本当あれですよね、別にもうガチの国道マニアさん、あのジムニーでもう道なき道行く人だったら行くんじゃないですか。僕はいかんけど、そこまでは。でももうすぐなんか峠っぽい感じがしてきたぞ。いやー運動不足がたたりますな。ここ U ターンできる場所、お山の頂、おそらく峠の頂上かな。はい、峠っぽいですね。はい、ここからが舗装路になってますね。そして振り返ると今まで通ってきた峠道、ガタ道ですね。なんか峠のてっぺんだからってなんか秘跡があるわけでもないですね。そしてここでなんか看板があるね。はい、通行止めとなっております。そしてお地蔵さんがありますね。あ、峠の名前ある。お地蔵さんありがとうございます。あ、峠名書いてある。峠目、あー、ここも古道があるな。なんか一般、五津旗山登山口、あ、登山口なんだ。そしてここは宇都木峠となっております。へー、でここから山登れるんだ。じゃあまあしんどいけどこのまままた行って先行ってみましょうか。またここに看板、この先通行止めにより通り抜けられませんですよね。まあ一般人は通れないでしょう。私もさすがに無理ですし、行かない方がいいです
でもまあ、思ったのは、僕は全くの獣道というか、人の道が、人道があるぐらいかなと思ったんですけど、ちょっと立派な、行こうと思えば、車で突破できるようなところだったんですね。もうこっちの反対側というのは、もう普通に問題なく走れる道ですね。そして車の音、北陸自動車道かな、高速の音が聞こえてます。おっと、廃車があるぞ。廃車があるんですけども、これは工事現場さんの資材置き場なんで、こちらの廃車は工事現場の廃車置き場なんで、これ多分詰め所として使った、そういう廃車というか、まあ休憩場なんでしょうね。これサンバーですね。ちょっと仲間と見させてもらうだけ見させてもらう。これもまた五つのバスかな。まあこうやって廃車を見るのもね、この廃道というか、この旧道探索の一つの醍醐味でもあります。そしてもって、北陸自動車道のあれは上り線ですねにやってまいりました。ここはまだ平坦なとこなんで楽ですけどもね、ちょっと帰りを考えると億劫ですね。そして集落ですね。わあ、やっとこさ終点か。はい、なあ、到着かな。はい、はい、ではやっと終点にやってまいりました。終点かな現在地が北陸自動車道を眺める、こちらですね。方向的にこの476号線沿いを左曲がって209号線、県道で行きますけども、この先五幡方面には行けません。行けました車では行かれませんけどね。まあ行ける人はいるかもしれんけど、いかんでしょうね普通はね。でこのようなちゃんと県道看板もありますけども、まあ残念ながらその海へつながるような道ではございませんでした。まあ私みたいにこうやって歩くとか自転車で行く分には行けるんですけどもね、まあなかなかハードです。ただ探検気分にはとても慣れますし、あとやっぱ古き良き道、こちらの集落、こちらの山側の集落から海へ向かうためのそういった昔古来の道路としては使われてたようですので、そういった意味ではロマンを感じるためにはいいとこかもしれません。まあ歩きで一遍行ってみてください。まあおすすめはしないんですけど、まあそういう楽しみ方もあるかなと思います。それでは今回が今年最後の動画となります。今年1年ありがとうございました。結果的に2万人1年間で増えさせていただきました。でこれからもまた来年もね、来年というかまあ今年になってるかもしれないですけど、またよろしくお願いします。また素晴らしい動画というか、皆さんが楽しんでいただける動画、そして前向きになれる動画、そういったものを作っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それではおやすみなさいませ。フェモレでした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。バイバイ。ここまた帰るんだよ大変だねこれ